あなたの家の近所にはどんな人が住んでますか？一度も話したことのない愛想の悪いおばあさんが手作り料理を作ってきたら、あなたは食べますか？皆さんどうも、キキョウと申します。今回はロシアで最近まで最高齢の殺人鬼として有名だったソフィアという女性について紹介したいと思います。ですが皆さん、この動画ロシアの殺人鬼についての動画なので、くれぐれもご注意ください。なんて言ったってロシアの殺し屋、恐ろしいソフィア・ジュコバ。1939年、ロシアのニジニ・ロブゴロド州でソフィアは生まれた。彼女の家はとても貧しく、まともな教育を受けることができなかったため、文字の読み書きもほとんどできなかったという。そのため彼女は労働者として一生懸命働いていた。その後、ハバロフスクという極東ロシアの最大の都市に移り住み、そこの郊外でソフィアはひっそりと暮らしていた。ベレゾフカの村で出会った男性と恋に落ち、やがて二人は結ばれた。二人の子宝にも恵まれ、順風満帆な人生を送っていたソフィア。そんな彼女の人生が一変したのは、2005年、ソフィアが60歳の時だった。殺人鬼になった老婆。2005年、この年、彼女の長年連れ添った最愛の夫が亡くなってしまったのだ。彼女は心の支えになっていた夫を失ったことで、精神的にとても不安定な状態になり、人が変わったように攻撃的な性格になった。隣人家族とトラブルが多発するようになり、そして同年12月、ついに事件が起こった。隣の家に住んでいた当時7歳の少女を、斧で殺害したのだ。しかもその遺体をバラバラに解体し、カバンに詰め込んだ後、町の通りに捨てたのだ。その2週間後、近所の住人がこの遺体を見つけ、大きな事件となったが、結局決定的な証拠がなく、ソフィアはこの時捕まることはなかった。そしてそれから8年後の2013年に、2度目の殺人事件が起こった。今度は同じアパートに滞在していた77歳の友人を殺害したのだ。しかし彼女はまた警察に捕まることはなかった。ソフィアの部屋からは殺された被害女性の血痕も見つかったのだが、その女性が高血圧でよく鼻血が出ていたという理由で見逃されたのだった。そしてさらにそこから6年後の2019年、3度目の殺人事件が起こった。今度は用務員として働いていた当時57歳の男性を殺害したのだった。その遺体が彼女の家の近くのゴミ箱から出てきたことにより、警察の捜査が開始された。そして警察がソフィアの自宅を捜索していた時、冷蔵庫から人間の臓器が見つかったことにより、彼女はついに逮捕された。この遺体の一部が冷蔵庫から出てきたという件について、後に恐ろしい話が出てきた。愛想が悪く誰とも会話をしようとしなかったおばあさんだったが、急に近所の人たちに手作りのお菓子や肉料理を渡し始めたというのだ。もう勘のいいガキの皆さんなら気づいてるだろう。これらの料理は殺された男性の肉片から作られたものだったのだ。はい、どうでしたか皆さん。60歳過ぎてからサイコパス連続殺人鬼になるなんて、人間ってやっぱ恐ろしい生き物だよね。でもそれだけ旦那さんが心の支えになってたんだろうね。それじゃあ最後に捕まったソフィアがどうなったか見ていきましょう。ソフィアの最後。そうして警察に捕まったソフィアは、今までの罪を洗いざらい自白し、これまでの事件が明るみになった。
しかしその数ヶ月後、今度は突如殺人に関する自分の自白を全面撤回したのだ。これにより裁判は1年以上延期された。そして2020年12月29日、なんとソフィアは新型コロナウイルスにより享年81歳でこの世を去った。ちなみに裁判は彼女の死後に行われ、3つの殺人においての有罪判決が出ている。いやー、まさか最後新型コロナウイルスで亡くなるとはね。ちなみに殺人の動機なんだけど、一人目の少女は騒音がうるさかったから、そして二人目の友人女性は自分を常日頃罵倒していたから、そして三人目の男性なんだけど、自分のことを強姦したからって言ってるんだよね。でもこの時ソフィアはもう79歳だったんだ。もし79歳を強姦する男がいるんなら、僕にはそれが一番恐ろしいよ。